こんにちは。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。朝の、早く9時半に家を出る時には、だいたい掃除機は毎日かけていて、それで家がね広いので、ダスキンのモップも結局使っています。それで掃除機をかけてモップで終わらす日ももちろんあるんですけれど、9時半に出かける日は、ちょっと気になったところを、家のどこかをね雑巾をかけるようにして、きれいをキープしています。ロボット掃除機で掃除機をかけてもらうっていうのも一つの手かなとかは時間短縮で思ってるんだけど、9時半に家を出る場合、8時からバーッと家中掃除機かけて、で所要ちょっと気になるトイレは毎日洗面所とか、あと玄関とか、あとその私裸足でちょっと家の中床夏場歩いてるので、やっぱりこうちょっとベタベタ、ザラザラっていうのかな、砂なんとなくこう裸足で歩いてるとすごくこの床が気になるんですよね。なので雑巾かけたりとかして、そうするとだいたい30分ぐらいでとりあえずその日の掃除は終えるようにしていて、なのでなんかロボット掃除機もいいかなと思って、自分の体を動かして、ダイエットにもなるしと思って、今のところは自分で雑巾で拭くっていう、そういう生活を続けています。外がなんか工事やっててちょっとうるさいですけど、毎日やってるとそれも体力がつきますね。土曜日とか早く家を出ちゃう時は別ですけど、だいたい9時半に家を出る時は、なんか時間があるので結構まめに掃除をするようにしています。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。なんか私のこの雑巾拭いたりとかいう掃除動画も生徒さんの間では好評で、なんかやる気になるらしい家事が、なので出してみました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。